こんにちは。こんにちは。小野さんです。今日は何しましょうか。今日はね、これからやっぱお正月に向けてね、松をご購入するお客様がいっぱいいらっしゃるんですけども、はい、まあ綺麗にできてる松じゃなくて、ちょっと自分でじくりたいななんていう時に買うこういう松の、はい、あの苗木。な高いもんじゃないんですけど、うん、このまんまではね全然飾れませんので、お手軽な松の植え替え、松の植え替え、はいはい、この時期でも、この時期でも全然平気ですね。根をバッサリ切りません、松は。ですから問題はないんですよ、はい、ただそのサイズね、このぐらいの大きさだと、うん、まあこのくらいに入るかなみたいな、うん、そうすると小さい鉢に入れると松が大きく見えるんですよ、はいはい、大きい鉢に入れちゃうとなんか貧弱になっちゃうので、うん、この太さから言うとだいたいこのくらい。今日使う鉢がこれはあの卓道さんという、卓道ってあの卓は、食卓の卓に道ですね、うん、もう80を過ぎていらっしゃるんですけども、趣味であの鉢を作って、自分でもちろん植えてますけれども、とても面白い彫刻を、ね、カニですとかカエルとか、これちょっと空きありますね。他にも竜とかいろいろあるんですけれども、ちょっとうちにあるので、これで松ですからやっぱり出物でこっちになると思いますけれども、はい、ちょっと植えてみたいと思います。僕は竜のやつ持ってます。竜の面白いですよね、ぐるぐるぐるって、うん、ぐるっと回ってるやつ。まずこの松ですね、汚いじゃないですか、うん、だいたい売ってるものってこの程度の汚れはあるんですよ、はい、でもう枯れ葉をどんどん取る、このところでちょっと時間をかけないといけないんですけれども、これここのとこね丁寧にやってほしいんですよね。手抜くと後でね、植え替えた後だと取れないですから。でこれが新しく今年が伸びた芽なんですけど、ここに古い葉っぱ去年のがあって、の先っちょがちょっと茶色くなってるんで、わかりますかね、これこれは取っちゃいます、はい、これね、うん、もういらないんですよ。であと袴っていうんですけど、松にもあるんですけど、これねちっちゃいやつ、これがあるとね、もうちょっとね、みっともないんで、これも丁寧にね、ピンセットでね、綺麗に取っていきますね。袴から新芽が出る可能性があるから、はい、袴は残すみたいな。あ、そういう方もいらっしゃいます。なるほど。しかしながら、こんなちっちゃい松で、その形をね、これから立派な盆栽にっていうほどでもない場合は、飾る時に、今の状態が綺麗に見せるためには取った方がってこと、うん、そうですね、まあ元からね、ここから服っていうのは分かりますよ、分かります。こういう風にね出てますからね、ここがうんと伸びてる時に綺麗にしちゃうと、ここから出ないから取っておくんでしょうね、はい、お掃除が終わりました。綺麗になりましたね、はい、はい、こんだけ綺麗だったらねお正月飾れると思います、うん、じゃあ抜いていきます、はい、根っこがどうなってるか、松はね本当にね切れませんから。ただ砂で植わってるんだよね、これ名古屋の方は砂で植えるんですよ。でも中途半端に混ざってるかな。なんで落としやすいんですよ。作ってやると全部落ちちゃう。関東は砂で植えませんから、名古屋の方で買ってきた砂に入ってるやつを関東でそのままにしとくと1年で具合悪くなるんですよね。やっぱ気候が違いすぎるんじゃないでしょうか。それで必ず植え替えた方がいいです。ほっとかないで。その場合、赤玉とキリュウズナ、砂で植わってたぐらい水はけがスーッといってるので、キリュウズナを4に赤玉6ぐらいの割合か3、7、キリュウ多めに普通よりした方がいいですよ。これ以上は無理ですね、もう丸めるしかないんです。今の本当は切りたいけど切りたいけど切らない、切らないです。根っこに菌がついてるので、はい、じゃダメだよね。これ入ると思いますか。入るんですよ、ほら入りますよ、うん、このぐらいのサイズに植えないと松は大きく見えないじゃないですか。十分です、大丈夫です、大丈夫です、全然気にしないです。豆盆栽やる人はごく普通にこれで十分ですって言います。みんなびっくりするんですけど、水が大変なのは大変ですよね。それはしょうがないですけどね。宿命ですね、豆盆栽、うん、だからって言ってこのくらいの鉢とこれと回数変えるかというと同じなんです。同じなんですよ、ね、不思議なことに同じなんです。そうですよ、ここがカニだから、こっか、あ、違う、こっか、
これね、針金かけてないから、はい、頭ができてないんですね、うん、頭はできてないけど、でも前ぐらいは決めとかな。この場合、ここに入るか入らないかの話であって、形を作る方は今日はやりません、はい、植えちゃってね、少し馴染んでから針金でね、うん、様子見ながら修正します、うん、同時にやるとかわいそうです、さすがにこのちっちゃいのに入れるときは、うん、どっちからね、どっちか全然引き立ってすほら隙間があるぐらいだからこう盛り上げるところは盛り上げた方が格好がいいんですよ。全部は高さは入んない、うん、あ、これがいいんですよ。ここに根があって、うん、根っていうか幹なのかな、ものすごいこう盛り上がってるやつ、これは楽しいと思います。よっ、入ってる。はい、楽堂さんの鉢はね、うん、ここに穴開いてるじゃないですか、針金通しの穴があるんですよ。ちっちゃいのにミニだとね、あんまないんでね、あんまりないですよね。そうそうそう、あんまないから偉いなと思って、うん、自分で使ってるからやっぱ使いやすいように作るっていうのが、あの趣味家の人の鉢っていうのはありますよね、うん、綺麗さを追うよりは実用性を追うみたいな。面白いな、うん、この鉢面白いですよ、うん、面白い。カニ好きなんですかね。カメもありですね。竜とカメとカニとカエル、ね、カエル可愛いですよね。目がねちょっとね漫画チック、あんまりこう比較にこだわんないで、竜はここはさすがに入らないか、切りますね。これは切っちゃう。入りますね、まだ入ります。こっちがね中に入るってことはね、隙間があるんですよ。乱暴だなって思う人もいるかもしれないけど、でも結構丁寧にやってる。大きい盆栽だってこんな太いのがこんな浅い鉢にって思うように入ってるじゃないですか。あれと一緒ですよ。あそこの中で太ったわけじゃないですからね。ギリギリの太さのやつが入ってますからね。盆栽っていうのはそういうもんなんですよ。植木じゃない、盆栽なんですから。鉢と木の割合が7:3、6:4、5:5にしたらいけばいいでしょう。木を大きく見せる。そうですよ。必要がありますからね。そうそうそう。このね飾り砂がね、飾りの赤玉ですけどね、これ結構保護になってるんですよ。こう。これ何サイズ？一番ちっちゃいの。なんだろう。ふるったふるって粉は綺麗に取ってありますよ。でちゃんと気流も何でも出ますからね、このサイズは。もったいないでしょ。あ、ふるって自分で。うん、自分でふるって分ける。これだけ売ってる人もいます。でもあの芝目って言って売ってるやつは硬質じゃないから粒が同じなんですよ。芝目って書いて売ってるのがあるんですよ。硬質じゃないんですか。硬質じゃないんで、あの要するにホームセンターで売ってる芝目は、あれは潰れちゃうんでやめた方がいいと思いますけ ど、もうちょっと綺麗にね、綺麗にすることが大事。おほじくりたいな。手で押さえて、はい、押さえちゃう。まあ、乾燥防止の役もあり、土があのこぼれない。本当はコケ張ると良くないんですよね。うちも販売しない場合はコケを張りませんから、あの育ててる時はね。だからコケついてるとお客さんが喜ぶ、どうしてやっちゃいますけども、コケつけちゃうと乾いてるか乾いてないか分かんないから良くないんですよ。それとコケに負けちゃう木もあるんで、なるだけ薄く。お客さんで、私苔枯らしちゃうんですみたいな人いませんか。います、います。いますよね。うん、はいはい、苔だけ枯れるって言ってますね。うん、大丈夫です、木が枯れなきゃって言うんですけど。そう、苔はね、環境ですぐ枯れるからって言います。木が枯れなきゃいいんですって。買ってきた苔だと、どうしてもその取ったところの産地の、あの環境であるんで、自分で取っても山で取ったやつは枯れませんよ。うん、だからいつも言うのは、近所の石のあの塀の下とか道端に生えてる苔を取ってきてくださいねとは言いますけどね。それで針金をちゃんとかけてやればいいわけですね。はい、どうぞ。こうね、こっちへこう曲げんだよ。これをこう曲げて、こうね、後でやります。松の苗木も持ってきますか。カニと松ね、カエルと松の方が合うのかな。サワガニ、でもバランスいいですね。これ以上ちっちゃくすると難しいよね、管理がね。このぐらいの大きさの木にはこのぐらいの鉢が、
そういいってことですかね。合うと思いますよ。だからほら植え替えの時期がねちょっとね、うん、今松の植え替えの時期じゃないからあれですけど、はい、春先だったらバッチリ入りますよね。もうちょっとだから低く植えれるってことですかね。そうですね、そうですね、低くは、うん、低くはなりますよね、うん、ただここを出すためにちょっと上に持ち上げたけらいはあるんですけど、うん、この根っこがね、うん、面白いかなと思って、ね、やっぱ鉢によってだいぶ雰囲気変わりますよね、うん、変わりますね。これじゃあねそれじゃあね、確かに盆栽ですねこれはね最近タイガー鉢が売れてるそうですね。そうですね、Q さんのおかげで、はいはい、ありがとうございます。今度ご飯おごってもらおうかなと思います、はい、というわけで、はい、こんな感じで大丈夫ですかね。はい、はいはい、ありがとうございました。ありがとうございました。うちは京都の大観天に出店いたします。大観天、京都の平安神宮の前にある都メッセという大きな会場で大きな盆栽の展示会が行われます。そこの売店毎年参加しております。11月の25日から28日ですね、はい。大にぎわいでございます。2日目スタートです。ありがとうございます。2日目始まりました。はい、今日は朝から盆栽級ファンの方に来ていただきました。はい、それを取りたくて回してたけどそこに行かないようにずらしたんだけどサインをするといらないでしょ。いやサインを見たいんだって、はい、って書いてる絶対捨てるじゃん部屋に飾るから絶対捨てるじゃん。私今日で帰りますんで、はいはい、ありがとうございました。今日は、ワークショップがハイアットハウスの方で、はい、20人の方は無料でワークショップやります。頑張ります。はい、まずは、皆さんの手元にある内容物というか道具を確認していきたいと思います。次、この紙カードがあります。これは盆栽 Q っていう盆栽の、YouTube のチャンネルがあります。そこに私時々出てるんですけど、そこで盆栽の育て方とか管理の仕方とかっていうのを、この QR コードを読み取ってもらえると出てくるので、わからないことがあったらまずこのサイトに行ってみてください。そうするといろいろ情報が書いてあると思います。